お願いします。すがすがしいですね。止まることない。いやもう神ちゃんへのディスイが止まらない、ね、いやいや尊敬です。悪いよ栗山さんは悪い子よ。これは本心です。いやいやいや、私は2作目が結構印象深かったくて。そうなんですよ。どういうことやった？なんか人生で初めて男の塩っていうのを体験して。そうなんです、2作目でやりましたね。それどういうことなんですか？わかんないんですけど、なんか触ってたら出るんですよね。そう、てかその最初にこうやってっていうの言われて、言われてやったら本当に出て、私も結構なんか出る方なんだなっていうのは1作目で分かったんですけど、でもそれ以上に男性がもうなんかじょうろみたいな、シャワーみたいな、シャッシャーって、じょうろとシャワーは、まあまあでもそうですね、本当にそんな感じで目の前の照明さんに当たっちゃうぐらいビョンって、そんなにで、そう、行ってそうです、だからそれめちゃくちゃ感動して、男の人もさ、終わった瞬間もなんか魂抜けたみたいな。まあ、そう、ね、その顔も好き。いやいいそこまでがいいのね、そのまま。そうですね。カットのその後まで素敵。はい。そうですね。私でもできるんだとかって思ったら嬉しくて。そういう顔で。自信につながるわけですね。そうですね。すごい。他にも何ですかね、なんか、バックされてるとき、後ろからされてるときに、なんか、背中にチュッとかってされると、何キュッてするってなります。確かに。そうですね。え、何それとか、そういうプレイが多いから、なんか、自分がどんどん開発されていくのが楽しいなって思います。すごい。マジで。本当ね、楽しくお仕事されてるプリちゃんですが、デビューしてから努力されてることがあるって。そうですね、私結構言葉攻めとか好きなんですけど、そう、リンゴ辞典って何か、えリンゴ辞典、リンゴ辞典そう、わかんないですよね。実は今日持ってきてるんですけど、ありがとうございます。何でないの、これ私物なんですけど、私物なのこれ観音小説、用語表現みたいな、用語表現辞典ですね。そう、これすごく面白くて、例えばちょっといろいろなんかあるんですけど、熱いぬめりとか、なんだろうな、どういうのがいいですかね。そもそもタイプの構成、何が書いてあるのがその時点なんですか？なんか隠語ですね、もうエッチな言葉、もうそう、観音小説に載ってるような言葉なので、あんまり実践はできないんですけど、もう表現が全部エロくて、あ、ちょっとなんか一節ぐらい読んだんですよ、ね、そうです、じゃあ言葉系いきますね、はい、スピーの奥が弾けそう、だからこれをエロく多分言うんでしょうね。カミさんになんか、カミさんも欲しいの？相方のじゃんも欲しいの？私もそう買おうか。じゃあカミちゃん、短いのがいいな。全然言っちゃって大丈夫です。伸びるから。何？真顔よ、真顔、真顔、色めかしさを忘れてる、色めかしさ忘れてる、その言葉で男を釣るんですよ。マジでハードルがいけるよ、じゃあ気持ち入れて、おい、オッケー、本番、監督、はい、キングコブラやばいやばい、いや深いよ、深いよ、神それだ、カニもう一回、次だ、次気持ち入れろ、いや相手を思って思ってこの日のためにお前が生きてきたんだ、そして運命の相手が今目の前にいる、その時に言ってる言葉は行くぞ、よーい、あっうずらのゆで卵、ゆで卵オッケーカット
がないよ。のりさん、今のくだりででも桐山さんにもあげてた。本当ですか。今のくだりが成立してるから監督監督だったの。監督はい。いやいや、すみません、すみません。お時間かかっちゃう。これラストシーンですか。いや、単純にもうここまで来たらこの言葉を聞きたいっていう言葉が強いですかね。なるほど。はい、じゃあ大丈夫ね。はい、私は、はい、そんな軽くなじゃないんです。はい、もう一昨日来やがれね、一昨日来やがれよ、お前みたいなやつは。そういう相手に対して、はい、この一言でいきましょう。それではいい。はい、バン、あっ、本気汁。ありがとうございます。いいね。本気の汁です。いいね。そう、いいね。本気、こっち本気なんです。ごちそうさまです。ちょっと態度が合ってないな。お前みたいなやつはよって言ってるのだけでも本気汁。じゃあラストいきますよ。お、まだね、はい。いいね。いきます、最後です。いいですか。はい。もう、疲れた私。はい。私も疲れたのよ。はい。そう、その気持ちを。人生に疲れた。人生に疲れた。いきますよ。それでは、ワン、アクション。火柱、火柱。あかん、ありがとうございます。ねえ、エロいね。そんな女の火柱は。いいね。エロいです。想像したくなっちゃうね。知り合いでも見たいな。いやいや、俺もよくわからないよ。何なのかよくわからない。火柱押しでした。いや、本当に。インゴ辞書を辞典。はい。インゴ辞典をちょっと持ち歩いてる。皆さん、嫁さんはね、ちょっとゲットしたくなっちゃったんじゃないでしょうか。いや、待てよ、どこか、ダメだよ。ちょっと待って、プロデューサーでいいから、その今見なくて。今見なくて、収録やってた。みんなもう、それが欲しいじゃない。最後にですね、ちょっと一人組手について、ちょっと最後聞きたいんですよ。はい。で、直近で、1週間、何回されましたでしょうか。私は7回。いいね、多いね。1週間で7回ってことは、はい、エブリデイ。エブリデイで。どうした、ハッスルしてますか。あ、時間帯っていつも決まってるんですか。何時ぐらい。あ、もう夜中ですね。夜中の何時です。夜中の何時ですか。もう12時近く。はい、夜中の何時だけどいいな。ありがとうございます。ね、あれ、ちなみにおかずは、はい、何ですか。これもっぱらの素人ものですね。あなるほど。もっぱら。もっぱら。はい。じゃあもうそれを見て。じゃあお気に入りがやっぱある。あ、いっぱいもう購入履歴見たらもういっぱい知ろうと思った。ちなみにその時間はどのぐらいかけるんですか。私結構1分とかで終わるけど。あ、いいね。1分。そうですね。そう、もうおかず探しの方が時間かかりますね。はい。でもやっぱいいものを使って。あ、いいものとこ、いいもののいいところを探すのが、探すね、難しくて。マグロ行ったらもう大トロだ。あ、そうですね。もうそこだけを。ちょっと、じゃあそれ聞いてたら1分でじゃあ終われるってことなんですね。そうですね。え、ちなみに、やっぱその具体的に素人もののどこの部分みたいなこのシーンというか、やっぱ初初っていうシーンがいいですね。初初あ、初初初初ピーン、ピーン、ピーン、いいね、がいいですね。あ、そこなんだ。ピーン、ピーン、ピーン、そういうところが一番なんかゴワーってきますね、私。はい、すいません、すいません、何度も質問してて、なんか記者会見みたいなじゃん。そのどこがいいんですか、その初ピーン。やっぱ素人のこの初めての絵を描けた時のその反応、なんかウブで可愛くて、あそこにギュッときます。ムラッと声もいいしね。そうなんですよ。本日のゲストは桐山りなさんです。ありがとうございます。火柱。今週のプレゼントです。今年5月にリニューアルしたメンズマックススマートギアをなんとプレゼントいたします。本体をひねることで締め付け感を自由に調節して使うことができる男性向けのプレジャーアイテムです。今週はこのスマートギアシリーズからなんとブラックバージョンを抽選で1名様にプレゼントいたします。ぜひご応募ください。